や、くどいた方がいいな。なんか、なんかスケボーしてそう。そうかね。見てください、これ。ありがとう。ちょっと、見知らぬものが失礼しますなんですけど、瓦そば作っていただいたんです。イエーイ。地元民がね、やっぱ、外から来てくれたことがね。初めてでしょ、だって食べたの。初めて。え、でも、あ、マミヤです、こんにちは。こんにちは、じゃあ言っといてな。マミヤです。いいや、めっちゃこんにちは入れたって。なんかさ、カメラ回すと急になんかたどたどしくなるよね、うちらね。うん。だから仲悪そうに言えるやろね。こう見えて実はもう3回山口に来て、ね、大阪にも行ってとかやっとるし、仲悪かったらこんな何度も何度も遊ばんね。でもこの距離感とかね。山口県さん、田中美さん、田中美香さん。ねえ、さっきまでさ一緒に流暢に喋りよったやんけ、うちら。なんでこうなっちゃうんやろね。これな、やばいね。乾杯しよう。え、乾杯。いや、絶対美味しい。うん。山口県のご当地グルメで、茶そばの上に錦糸卵と牛肉とネギ、レモン、もみじおろし。え、こっからアレンジすることはあるの？ないね。チーズとかは？え？ないない。でもうちんちのさ、その実家はさ、野菜めっちゃ入れるけどさ、玉ねぎと人参と、いや、でもおかしいって言われる。へー。周りに行ったら、何それって言われて、今日あれなんだよね、意外とやってなかった質問コーナーみたいなのをさ、コラボ初期でやるような感じのじゃない、なんか2人で質問か、なんかカノックスターみたいなことするようになって、お前らもうあの話だと思うやん、話好きだもうでも話すことないからさ。あ、待って、ネギ、あ、じゃあ海苔忘れとった。あ、海苔美味しそう。あお尻でこれレモンは絞って食べるの？絞るというか、つゆに入れる。では、いただきまーす。いただきまーす。意外とさ、このさ、決めてるやつよりクックックってなってる方が、この、そうね。これ使うこと多いよね。吹き出してる感じだけど。しらしらし。私さ、一人のさ、食べるときやるんやけど、結構、表情を作るためにさ、なんか、わかるで、ね、声だけやけど、演技するみたいな、声優と一緒。なんかもみじおろしと一緒にこの中に入れて、これでもう美味しそう。このつゆがもう美味しそうよね。すごいよね、よく想像ついてないのにさ、美味しそうって思えるよね。もうな、食べ物に関してはもう3歩先ぐらいまで想像ついてね。すごいね、だってなんか食べ物の恨みはすごいって言われてさっきアピールされたけどさ、おっ、うん、うんうん、おいしい。うん、よかった。想像つく味って感じだね。家庭料理って感じ。うん、これね、正解は。うん、え、全然違うもんできた。うん、肉入れてない。あ、具入れてないんだ。うん、いや、それなんかね、やっぱやりがちなんよね。お土産で持ってってさ、これどう作ってくださいってさ、いや、なんか面倒くさいけど具入れんかったんやけどって、絶対に入れんといけんやつなんよこれは。それマミヤでと私に質問はありますか？質問コーナーとかしたらさ、普段さ、自分たちだけでは思いつかんかった、なんかトークテーマをもらえるから、ありがたいんだ。新たな話のテーマが生まれるって感じ。やっぱ脳がさ、一つしかないけさ、そう、ね、もうなんか動画、おしゃべりじゃないけさ、もともと。え、マミちゃんおしゃべりやけどね。うん。え、みかんちゅうがほんまに、年相応のお姉さん。って感じで、なんか落ち着いて話聞いてくれるんですよ。まず一発目は、お寿司何皿食べますか？好きな納豆何ですか？え、みんな上の方のあれが一番好きなおにぎりの具は何？私は昆布。待って、いろんな質問を打っている中でさ、だっておにぎりとか選んだら、いないよそんなに。え、それ参考にするんかな。ちなみにみかん先輩に選んでるいただいてる間に私は変わらずない。そうでも明日も食べるんよね。せえ、私の方の動画では、山口県で一日中爆食させてもらう動画を撮るので、よろしければ今までの人生で絶対許さない人リストベスト3の特徴を教えてほしいです。ちなみに私のリストには
あの最近 X でよう見る手法、プロフに書いてますっていうさそういう流れになってこれアカウント飛んだら見れるかなちょっと待って見ようや絶対許さない人の特徴、あんまり喧嘩することないけど、うんうん、もうどうしてもほんまに受け付けへんと思った人は、うん、仲良くなりすぎて離れていったことあんねんけど、なんかその時に仲間はもう親しき中にも礼あり、うん、っていう、 もうフレーズを絶対振ってくるから、うんうんうん、仲いいからってなんか何でも OK と思ってる人、うん、なんかよくさなんか利用されそうだね。え、そうやねん、そのあんま怒らへんから、うんうんうん、何してもいいと思われてんの、うんうんうん、で、うわっと思って離れていた人がおんねんけど、なんかそういう人たちに毎回これはしかもお前よりとかやけど、お前と仲がいいと思ってるからやってるんです、その仲がいいと思ってるからこそやってる軽いあしらいだぞみたいな。ああ、はいはいはい、わかる、うんうん、わかるわかるわかる、結構これいじめちゃうっていうぐらいのなんか、うん、なごめん、あの炭酸飲んであのちょっと出そう。いいよ、で出してあ、いやでもそれあるめっちゃ、いじられキャラ、いじる方、いじれる、どう見てもいじられキャラいや違う、YouTube やりよう人でいじる人おらんってねえ、じゃない、確かにな、だいたいいじられとるってきた人じゃない、なんかどっか抜けてるとか、うんうんうん、あるよね、だからこそさ自分で動画撮ってツッコミがちやん、はたから見て、え何やってんのって、やっぱさ、いじるような人ってさ絶対 YouTube できんと思うよ、コメントでなんか言われたらもうってなる、あー、ね、いじられ体制がないから、あ、そうそうそう、いじられ体制がないと知ってるけど、2人はいつまで YouTube 続けるとか決めてますか？決めとる？決めてないけど、どっちかっていうと、うん、YouTube 以外にもしたいことある、え、野望が、うん、YouTube をきっぱしやめるとは言わんけど、うん、多分専業って感じで、うんうん、コンスタントに動画を上げることは、まあ、いつか、そのもしかしたら可能性はあるかなと思う、やりたいことは意外と多い、多いねそう、なんか見た目とかさ、うん、テンションの落ち着き的には考えられん動きをするけどさ、もみちゃんっていつも会ったらそれ言ってくれるやん、いやそう、なんか合わんのよ、違うはずなんよ、なんかイメージと、いやずっと見たくなる、なんか、あ、ほんまに、うん、タイタ、タイタってな、なんて言うの、なんて言うの、普通一人じゃできないことをするやん、え、でもみかんちはさ、結婚して家族とかできて、そういうとこになっても YouTube 撮りだけってるな、うん、まだ変わってない、うん、変わってない、なんか別に再生数が少なくなろうがやれたらいい、うん、別に需要なくても、まあ、コメント1個でも、うん、いや、さすがにしんどいか24時間経ってスクロールしてもなんかのこれ、作動かなとか、昔のさ、やっぱ何万回再生って再生されとったさ、その過去の栄光があるけどさ、なんかあ、おかしいあるかもしれない、お二人の結婚観知りたいです、理想とする家庭とか結婚するにはこれは見逃せないなど、え、結婚観って何、どっから目線やねんって思われるかもしれへんけど、うん、今の彼氏ができるまで、うん、生涯一人で生きていくプランを手が出まくってった系やから、うん、なんか周りの人の話とか聞いて、例えばずっとラブラブの夫婦とかさ、うん、その子供ができても2人で一緒にどっか出かけて仲いいとかさ、そういう夫婦とかは憧れるな、そうやね、うんで終わっちゃうな、子供のためにも仲良くいたいって思う、うん、子供が苦労するしさ、うん、なんか空気を読もうとする子供になるっていうかさ、あるやん絶対、うん、夫婦ピリついとったらやっぱストレスにもなるしさ、うん、今さそのうちの両親仲良くてさ、うん、2人でさめちゃめちゃ旅行とか行ったの、うん、だけさめっちゃ楽なんよ、うん、2人で楽しそうにしとるけ、うん、変に考えることないもんな、そう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 、そう、ほんまに思うな、うん、まあ、実際自分がそうやったからこそ思う今はそんなことないけど、うんうん、お父さんが本当に地震雷火事親父っていうぐらいほんまにもう怖くて、高校生ぐらいまで喋った記憶はないねんけど、おだからなんかしたら怒られるかもしれん、怒ってるかどうかに対してめっちゃ敏感に感じてしまうようになったから、だってさっきもさティッシュ1枚借りましたって言ったもんねいやそれは別にあれよ、コンセント貸していただけないでしょうか人の、 あの怒り沸点がどこにあるかわからん、あもしなんかそういう育てるみたいな
自分がそういう立場になった時は、そんなん気にせんと飲み飲み行きゃーみたいな感じで育ったんよな。そうやね。お父さん結構今は性格からって変わって、うん、YouTube とかめっちゃ見てくれてるからさ、誇りっぽさがなくなって、うんうん、もしも同じクラスだったら仲良くなってますか？おーどう思う？ずっとわーって感じじゃなくて、おとなしいとかそういう面もあるから、なんか仲良くなりそうやなと思う。あーなるほどね。そう、その私が逆にこうずっとわーわー割とはしゃいでる子がついていかれへんというか、うん、違う次元の人って感じになっちゃうから、はいはいはい、普通になんか、でもなんでこんな人ずるするの？ほんとに？待って喋ってることじゃなくて、こうやばくない？ちょっと待って、なんかラップしてるみたい。話に目がいかんほどツルツル。逆にどう？あのね、結構私さ、クラスとかでさ、ギャルとも話す、うんうん、そのおとなしい子とも話す、うん、って感じあったよ、うんうんうん、だけ多分ずっと一緒におるタイプではないと思うんやけど、うんうん、顔知ってるぐらい。いや、結構喋ってはいると思う。体育のなんかのグループが一緒とか、うんうん、なんか掃除当番が一緒とかで、うん、なんか、あ、絶対掃除当番だなあ、うん、なんかそんだから初めのグループで一緒にはなってなそうやけど、なんか一緒になったら嬉しいみたいな感じ、うん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 、になってそう。こういう人喋りにくいなってあるもんな、みかんちは。あ、自分よりもめちゃめちゃうるさい人とかさ、割と喋るだけでも割と喋るけど、うん、上辺の会話で終わっちゃうとか、あーとかやったらめっちゃ喋りにくいかも。あ、掘り下げたいからさ、一、うんうん、つの会話をちょっとだけでいいよ、うん、上辺の会話だけで終わっちゃうと、あ、これ以上仲良くなれないなって思うけど、なんか喋ってるところで壁を感じちゃうとね、そう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 、これ以上はもう喋ってくれへんやとか、うん、NG が多い人とかね、うん、これ聞きたい。気分が落ち込んだ時の立て直し方。じゃあ私は友達に連絡するかも。あ、電話するとか、コメダに呼び出すとか。おお、うん、JK みたいな。そうなんかね。ちょっと今日話聞いていただけませんか。わかる。最近思ってんけど、一人で考え込んでもどんどん暗くなっていって、うん、なっちゃうタイプやから、どうするやったら聞いてーって感じで、うん、聞いてもらうのって大事なんやなって、なんかもう最近やっとそれ思ってんな。言った方が割と切り替えるな、深く落ち込まへんな。話す話さんにしろ、友達と会ったら結構上がるタイプやけ、うん、上がるね、うん、会ったら普通のテンションに持っていけるけ、じゃあね、一回そのテンションに持っていっちまえば、暗いとこからポッてこう抜けられる気がする。わかる。そうだけ、話す話さん別にして、うん、普通に会うかも。うん、あ、 YouTuber 同士ってどうやってやるのとか。もうネットナンパだよね。うん、だいたいインスタとか X でお互いにフォローしちゃって、うん、いや、その初めてみかんちゃからフォロバーが帰ってきて覚えてるもん、うん、てかその多分1、結構さ、みかんちゃより遅めに初めて見てた側やから、おい、田中みなんたら、ま、さっきから何回かこうやって使うようなさ、ワードではないんやけどね。でも最初 DM 送ってくれたんよね、うん、なんか長文できたよね、めっちゃ見てみる。いや、恥ずかしい。あ、見るだけ見るだけ。なんて送ったんやろ。多分やけど、ツイッターなんよね、X なんよね。はじめまして、DM 失礼します。まみあてです。フォロー返していただきありがとうございます。YouTube ずっと見ちゃったので、めっちゃ嬉しいです。この前、視聴者さんから、みかんちゃんがまみちゃんのこと知ってたよって、インスタライブの動画を送ってもらったばかりなんで、本当にめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。まみちゃん、DM までありがとうございます。私のこと知ってくれてて嬉しいです。面白いなと思っていつも動画見てます。いつかお会いできると嬉しいです。キャー、お返事ありがとうございます。あ、すごい、ご相談。これ送った記憶ある。相談ごと一回してんな。のんこ。あ、それで、ね、相談ごとがあって、しかもそれにさ、みかんちも長文で返してくれて、うわー、すんげー、そういう出会いやったんやな、こちらの出会い。ツイートしなさすぎない？そうね、8月5日ないか、これ。最近の X って、ちょっと見るしんどくない？ああ。っていうのもあって、そう、結婚か。リアルにほんまにマジで踏んじゃう。
え、全然いい人がいれば、まあ、今すぐにでもって思うけどね。昔はさ、うん、結婚がいつまでにしたいとかさ、そういう話を結構友達同士でした気もするけど、マジで現実的にリアルな感じになってきてから、うん、あんま遊んでる時にそういう話をしやんくなったとかない？え、シンプルにその話に飽きたとかじゃない？あ、確かにしすぎてね。あ、そう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 、なんかもうほんまにそういうのと全く無関係のさ、うん、あの、そう、推し活の話とかさ、うん、分かる、そっちも楽しいよね。なんか飽きたんかな、まあ、やろうな若いうちにしすぎて、小学生ぐらいの時からしない、そういう話って。何歳で結婚していい？いや、それとまた別だろ、別にそこからしてきたから飽きたとかではないやろ、別に。小学校え、しとったよ、そら。え、22歳って言ったよ。来年小学校の時ってさ、22、3歳とか言ってるな。そう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 、ね、どんどんどん伸びていくよね。25ぐらいかなとか、あ、27とかじゃないとか、いや29までやねってさ、どん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 伸びていくよね、うんうん、だってまだ全然若いもんって思っちゃう、うん、若い。おう！が、親友の結婚を素直に喜べない私がいます。そういうことありますか？人と自分の幸せ度みたいなのをあんまり比べへんから。え、いいことやね。うん、素直におめでとうって思っちゃうからな。うん、そう、ないね。うん、え、あれ？タイミングが違うしなと思っちゃう。それで幸せになったりとか、うん、まあ、落ち込むにしろ全部タイミングが違うから。え、どう思いますか？親友でしょ。うん、めっちゃ嬉しい。嬉しいよな。親友はもう泣くほど嬉しいけど、うん、だけどまあ友達の友達とかさ、うんうん、まずそんな仲良くない友達とかやったら、うん、もう何も思わない。なんか、うんうん、正直冷たいとこあるとさ、どっか自分の周りすごい仲良くしとる人以外はもうどうでもいいって正直思っちゃってる、うんうん、結婚したって聞いても、だから別におめでとうとも思ってないかもしれない、うん、むしろそこまでもうなんかさ、じゃあどこまで関わっていけばいいねってなるもんな。え、そう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 、直接結婚したんですって報告してくれたら、なんか報告してくれたことが嬉しいってなるけ、うん、あ、報告してくれるんだ、え、おめでとうってなるけど、結婚したらしいよって聞いたら、うーんって思うだけ。うん、けど前そのさ、今自分が思ってる気持ちと反対でこういう考え方もあるんやと思ったのが、一番仲いい親友が結婚したとかもそうやけど、うん、結婚してしまったら、うん、生活スタイルとかも変わっちゃって頻繁に遊びに行けないとか、うん、前までのなんか自分たちの仲が変わってしまうっていうところで素直に喜べない、はいはいはい、とかあったりするのかな。うん、寂しいんやろね。うん、ずっと一緒に遊んだ友達を捉えてしまったみたいな。うん、え、でも妬みとかではなくて、うん、寂しいなとかあるよな。やれちゃん的に感じは、やれちゃん的に感じは今年これでもできると思いますか？結果が気になる。横で見てどう思いますか？今年知らんそうやんだ。じゃあもし付き合った人がめっちゃ汚い部屋でも許せる派ですか？汚い系の人？あんまり掃除とかもうまくできひんくてとか、うん、あ、これ自分の話じゃないけど、うんうんうん、なんか単純に思い詰めとんかった。なんかそういう家事とかあんまりできひんくてとか、結構綺麗じゃない？なんかこう見えないところは汚くしているって感じ。その見えるところだけ綺麗にしてる。なんかね、他でカバーしてくれるなって感じ。あー、なるほどね。そのあなたが片付けできないのね、だったらあなたは何をしてくれるって。うん、他に何かできるところはあるんでしょうね。あるんでしょうね。そこを提示してくれるんだったら、僕はこれとこれができます、だったら片付けは私がやります。やっぱ何か釣り合いがこうバランスが取れんと嫌やなって思う。自分だけやっとるわって思いたくないしさ、うん、思っとる自分も嫌やけどさ、うんうんうん、だけなんかもう最初から役割分担じゃないけど、まあ、苦手なら苦手でいいよ、けど私の苦手なとこカバーしてね、うんうんうん、っていう。今聞いたのはほんまに、うん、なんかどこ行っても綺麗すぎて。でもね、やっぱね、ソファーの下とか汚いしね、あのゴキブリの赤ちゃんとか出るし。え、って聞いたことあんの？あるよ。え、ね、虫が嫌いでさ。最近その目の前にあっ！ゴキジェットね。最近そう、どういうの、なんでゴキジェットあるんやろって気になって。あっ！待って待って、ほんまに大丈夫。